皆さんこんにちは。森田ドラムスクールの森田亮太です。今日はね、大阪港で撮ってるんですよ。いつも京都港で撮ってるんですけど、今日は大阪港で、YouTube 撮ってます。今日はですね、この前、レッスンしててですね、タム回しが苦手な生徒さんがいたんですけど、まあ、あることをね、2つやると、すごくね、このタム回しが改善されたので、なんかその時の、ビフォーアフターのね、動画を見比べながら、実際になんかこのタム回しに役に立つような、練習方法っていうのをちょっと提案させていただけたらなと思います。まあ、その生徒さんがやってたのが、めっちゃ速いタム回しですね。こうテンポが190ぐらいの、ズンタンドゥンタンドゥンタンの2ビートの中で使うズンタケタケタケトゥク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 みたいな、なんかこんなフレーズですからね。フレーズなんですけど、このタム回しがなかなかうまいこといかないみたいな、そんな感じのことをおっしゃってたんですが、お顔を隠させていただいてですね、生徒さんの、動画を見ながらタム回しがうまくいかない原因をちょっと見つけつつ、解説していきたいなと思います。ちょっと実際にね、ちょっと見てみましょう。まずこの動画なんですけど、まあ、この時にちょっと提案させていただいたのが2つの体の動きで、1つがその、ロールに入るきっかけの動きですね。ロールってその弾ませてるもの同士を組み合わせてる感じなんですよ。こう、まあ、言ったらこのそのまま上からボトンって落としてこう弾むものっていうのをこう継続させてる。で、これをガチャーンと組み合わせてるのがこのロールなんで、こう両手が上がってる状態からスタートするのが、この速いロールをこうガッと入り込むには割と大事な動きになってくるんですけど、この後に僕が模範演奏として、生徒さんと交代して叩いてみてるんですけど、その動画とちょっと見比べてみるとですね、シンバルに行った時の左手の動きをちょっと注目してもらいたいんですけど、シンバルにいた時に左手がまだスネアの上にいる状態なんですよ。そう、これちょっともう一回見てみると、シンバルにいた時の左手がまだスネアの上にいる。ターンって叩いて、この左ですね、このシンバル行った時には左手が上がってる状態なんですよ。だからこのシンバルにいた時の こういう動作ですね。シンバルにいた時にここに左手があると急いでこう上がることになるんで、シンバルにいた時に左手がすでに上がってると、これ一気に入り込みやすくなるということですね。速いタム回しで言ってしまえば速いロールが移動してるっていう状態なんで、まずはこのシンバルからのズンダカダカダカ、まあ、シンバル行かない場合は両手を上げてそのままこう上から落とすようなイメージ。タムに行く時もみたいな感じですかね。で、さらにでもう一つこの動画の中で発見するパターンとしては、体の向きですね。まずちょっと生徒さんの動画を見てみると、よいしょ、タム回し行った時にその手が先にねこう行っちゃってるんですよ。こう体が正面向いたまま手だけ行ってる感じで、これよくあるのが、こう、スネアのポジションを守りすぎて、手だけ回しちゃうみたいな。っていうような動作になるので、これを、その、
かなりね、こうフロアの方に向いて叩く。で、もっと言ってしまえばスネアからスタートするんですけど、もうすでにこっちのシンバルの方を向きながら叩く。こっちの状態で行くんじゃなくて、こっちを向いたまま行くと、こう繋げやすくて回しやすくなるのかな。で、僕の模範演奏の動画をスローで見てみますね。そう、瀬戸さんの動画を見てみると、手が先に行ってる感じですね。手が、体は割と正面向いたまま手だけ行ってる感じ。そう、こうタム回しがスタートして、体が先にフロアタムを向いてるんですよ。体が先に行って手をついてこさしてるような感じ。もう一回見てみると、そう、シンバル入って、タカタカ行って、ハイタム行ってるぐらいで、フロアタムが体向いてるみたいな、の状態なので、まあ、この2点ですかね。そう、体の向き。このハイタム行ったぐらいで、もう体はフロアの方に、感じていくと、タム回しがしやすいというようなことになりますかね。で、このポジションってなかなかその定めるのが難しいんで、こうスネアをポジションをキープしすぎると、こっち正面向いたまま行くことになるんで、ここのポジションをね、ちょっと意識してもらうといいですね。こう左手ハイタム、右手フロアで、でアクセントスネアにして、こうここに戻ってくるようなイメージ。体がこっち向いてて、こういうポジション、ポジションでタム回しするとやりやすくなってくるのかなと思いますかね。まず一番最初、ロールに入り込むときにシンバルに行ったりとか、まあ、もしくはこうタカタカ行くときに、まあ、両手が上がってる状態、シンバル叩いたときにもすでに左手が上がってる状態っていうのをキープするのと、あと体の向きですかね。こう手だけ先に行ってじゃなくて、体が先に行くみたいなっていうようなことを意識して、タム回し苦手な人は練習をしてみるといいんじゃないでしょうか。ということで、はい、本日もありがとうございました。さよなら。